たらば青春の光森田哲也と相席スタート、山添博が MC を務める、張り込みマネーそのお金、何に使うんですか。アジア大捜査戦、昼14時57分から15時57分、カンテレが7月6日土曜日に放送される。ゲストに元 NMB48 の渋谷渚と女優、森ひなみを迎え、 韓国の地下アイドルや禁断のカジノ事情など、昼の放送ぎりぎりの内容にも踏み込む。写真、渋谷渚、NMB48 卒業コンサートで大胆なドレス姿を披露、そもそも人が来ない超キャッシュレス大国、初めに向かったのは日本のお隣の韓国。韓国最大の観光地ソウル市内の繁華街、ミョンドン、ミョンドンの ATM に張り込むが、なかなか人が訪れない。 というのも、韓国はキャッシュレス決済比率が実に90%超えの超キャッシュレス大国。東京で ATM 利用者は1時間に100人訪れるが、ミョンドンでは1時間にたったの10人ほどだった。そんな数少ない ATM 利用者の現金の使い方に迫る。今回は観光客向けの両替所でも張り込みを実施。 すると日本円で20万円分を両替した日本人を発見。話を聞いたところ、地下アイドルオタク歴10年の彼は、韓国の地下アイドルを見に来た、という。知る人ぞ知る韓国の地下アイドルの意外な実態が明らかになる。さらに現地のコーディネーターから、韓国には多数のカジノがあることを聞く。そのほとんどが外国人専用施設のため、 現地の韓国人は利用することができないが、唯一韓国人が利用できるカジノがあることを知り、休遽予定を変更してリゾートホテルの江原、ラ、カンオン、ランドのその場所に向かった。現地で聞き込みをすると機嫌の悪い人が多いよ、とにかく人生が終わった人が多いなど、ただならぬ気配ばかり。その実態を深掘りしていく。インドの ATM を張り込み調査次に向かった南アジアの国、 インドは昨年総人口が14億人を超え世界一位となり経済成長も止まらない。そんなインドでの ATM の張り込みでは、この番組らしからぬ夢と希望に溢れた心温まるお金の使い道にスタジオ人も感動。国内で最も人気なスポーツクリケットの選手を目指す親子やインドの映画産業、ボリュートに憧れ、ダンスや歌のレッスンに励む少年、少女に密着した。 しかし、とある7歳の少年が披露した歌に衝撃が走る。森渋谷コメントゲストの森は、どんな番組になるんだろうとドキドキしてたんですけど、お金のこともいろんな国のことも学べましたし、知識が増えました。と笑顔で話す。今回3回目の放送が深夜から昼の放送になったことに関して、渋谷は、お二人、森田、山添、が MC ということで、下世話な番組かと思ってたら、 わら、下世話は多少香りつつも、ちゃんと国の文化だったり人柄の優しさだったり、良いものが全部入ってて驚きました。わら、と話すとそれを聞いた森田は思わずそうでしょう。ちゃんと昼にフィットさせてますんで、わら、と今回の放送内容に太鼓判を押した。